今日は私の愛車 E260 のブレーキパッド交換のサインが出たので、ちょっとそれについて動画を撮ってみようかなと思ってます。乗り込みますね。これダッシュボードですね。これですね。見えるかな。この黄色の検査制度ベン、これがブレーキパッドの交換サインですね。で、私はね、走行距離で言うとね、45,946、まあ46,000。だいたい、このメルセデスの E シリーズって、ブレーキパッド、新品の時はね、10ミリ、1センチだって言うんですよね。で、だいたい平均的に1万キロ走ると、まあ1ミリ、まあ損しますと。だから5万キロぐらい走ると、まあ厚さが5ミリまで減って、この、まあセンサーでその厚さを認知して、こう検査のサインが出ると。だそういう意味だとちょっと私ね、46,000。だからね、ちょっとね、ダラダラブレーキっていうのかしら。そのブレーキをね、踏んでる状態がね、ちょっと長いのかな。だからね、マソンがちょっと激しい。それでちょっと平均よりはまあちょっと早めにサインが出ちゃったのかなと。まあだから、まあ今センサーが正しいとするとまあ5ミリぐらいなんでね。4ミリぐらいまで行くと本体のローターにまあ傷がついちゃうんじゃないかっていうことなんで、まあ安全係ではそれはまあ交換がこのタイミングが一番ベスト。まあまあもうちょっと様子を見ようかななんて思ってます。でこのブレーキパッドなんですけども、まあこれドイツ車、ヨーロッパ特にドイツなんてあれじゃないですか、アウトバーンなんて無制限じゃないですか、速度だから200キロとか300キロとかね、そういう状態から止めるということは、要するにブレーキの効きが強くないとダメということで、パッドの素材がメタル材らしいんですよね。だからその分効きがいいと。日本なんかだとまあ法定最高速度まあ一応120って言われてるから、そこまで強力なブレーキシステムは必要ないから、NOA 材っていうノンスティール、まあノンアースベストの素材、こちらをどうも使ってると。でメタル材はまあブレーキの効きがいいんだけど、結局ねこの摩耗してダストが出やすくて、すぐこのホイールがね汚れちゃうんですよね。今まあこの間洗車したばかりなんで、まあそんなには目立たないですけどもね、すぐねこのメタルのこのダスト、これがつくんでね、ちょっとそこがねあれですね、メタル材の難点っていうのかな。まあちょっと掃除をこまめにちゃんとやらないとダメよっていうことなんですけども、まあそんな感じですね。でね、メルセデスって実はね、ここを見ていただくと、まあ E の260でね、こう、ここにね、ベイジンベンチー、ベンチーか。ベンチー。これがね、まあ、北京で、組み立ててる。いわゆるロックダウンですよね。輸入車じゃないんですよ。だから、ベイジン、ベンチー、ベンチー。このマーク。要するに、A シリーズ、B シリーズ、C シリーズ。で、この E シリーズ含めて、北京の工場でノックダウンですと。いうことで、この、
米人ベンチがついてると。で輸入車のねエスダーマイバッファはもちろんこれはないですね。で中国ってあのいわゆる完成車車両の輸入関税って今はね 15%、 3年ぐらい前2018年頃までは 25% だったんですよね。今はまあ15で、日本だとご存知の通り、乗用車の関税って結局アメリカから買い替え攻撃で今関税ゼロですよね、トラック含めて。じゃあそのアメリカはっていうと、いわゆる完成車乗用車は 2.5% の輸入関税がかかります。でトラックに至っては 25% の関税かけてるんですよね。え、日本にはその乗用車にしろトラックにしろ輸入関税を下げろ下げろということでゼロにまで、多分これ1970年後半78年とか77年頃にはもう完全ゼロですよね。まあなんていうこってしょうっていうことなんですけども、まあちなみに中国は先ほど言いましたように乗用車15でトラックも確か輸入関税は15ということですね。まあちょっとブレーキパッドはブレーキに関する命に関することなんで、まあ早めに、もちろん交換しようと思っています。うん、今日はちょっとブレーキパッドのサインが出たんでちょっと撮ってみようかなと思って、動画を撮りました。それでは。